ここ数日の日向坂情報をまとめました。緊急で行われたショールームから4期のショールームリレーの次回は私とキラリッテショゲコが行ってしまい、復帰おもらしってなってました。笑い。そして本日キラリンの復帰が発表されました。ギフの楽屋でキョンコが誘い4期も人狼に参加したのを楽しそうに話してました。京子さんめちゃくちゃいい匂いがするって言ってました。ヒラホーはひよたんとご飯に行ったり、みっちゃんはニブちゃんからプレゼントをもらったり、先輩とより仲が深まってそうです。パルガマンが未知で漫画原作に初挑戦したそうです。独創的な愛情漫画が出来上がったとか、キョンコが未来学園で佐久間さんとオールナイトニッポンした話、キョンコは抽選で人気だったそうで、キョンコが出てきた時生徒たちは本当に憧れの人に出会えた感じで硬直してたそうです。事前アンケートなのかコーナーなのかちょっとわからないですが、学生たちの人生でダメージを受けた言葉を発表することがあり、同じ学年の痩せてる子にデブって言われたってのに対してキョンコが、まずそんなことないし気にする必要はないです。キョンコも中学の時オーディションに落ちて過度なダイエットをして体調を崩したりしてた。中学時代は無理な体型管理はしなくていいです。体が出来上がってからスタイルを整えればいい。今は自分の良さを伸ばすことを考えてくださいと言い放ったそうです。かっこよすぎる。これはお悩み相談だと思うんですが、さっきとは別の子が役者になりたいけど、世の中にすごい役者がたくさんいすぎて知れば知るほど自信をなくす。それに対してキョンコは、私よりも可愛くて歌が上手いアイドルはたくさんいます、でもやりたいからやってる。夢はそんな風に誰かと比べることじゃなくて、やりたいという気持ちのが大事だと思うと言い放ち、佐久間さんが泣きそうになったそうです。以上になります。ご視聴ありがとうございました。